どうもこなまるです。キタロです。じゃ今日はビーファーストがサマーソニックニーズルニに出演したので、そちらの感想二本目やっていきます。まあ我々もね行ってきたサマソニッですけど、まあ前回はね結構全体的な感想をお話ししたんだけど、まあ今回より細かくね言ってきたらなと思います。いやなんかさ数日経った今でもなんか余韻みたいなのがすごくて、なんかあ本当にいいライブだったなみたいなのすっごい思い出すんよね。 わか桐太郎さんなんて特に余韻がすごいタイプだからさなんか結構それに浸ってたいみたいなところあるねか <laughs> あるあるあるだからすごい今浸ってらっしゃるんだろうなと思って、うん、<laughs> でもさ一方でさ「浸ってはいるけど記憶さんがやばい」って言っとったよね。 何て言うんだろうそういう余韻には浸れるんやけど細かい描写とかがどんどん薄れてくるんねいやそうなん私も瀬戸リ子を見返したらなんか思い出してきてはいるけどそううんこうやって思い返さんってやっぱ忘れるんやね人ってね危なと思ってね<え>、うん、いやでもしょうがなくない生きとったらいろんなこと起きんねか <laughs> 人生そうね田 <laughs> さんでも幼少期のは全然忘れんもんねその小さい頃の時では忘れそうそうなぜかねその頃はすっごん <laughs> とえてる <laughs> でもなんか改めてそのポストとかも見てたけど結構本当に過去一良かったとかなんならワンマンより良かったとか言ってる人もすごく多いんよ今回の「サマソニあそうなんだすごいじゃん、うん、そのどっちも良かったけど、ね、そのもみっくっちゃっていうのもあったからさ、うん、なんか冷静に判断できんっていうか<え>そこが。 <laughs> まあまままあああ確かにねでもそんななんかすごいいいステージ見れたと思ったら嬉しいねもしそうだったらそう、うん、そうな,なんか我々はそんなにたくさんねあの見てるわけじゃないからその比較材料っていうか、うん、まあ比較もなんかあれなんだけどそう、うん、がないんだけど多分すごく知ってらっしゃる方いっぱい見てきた方とかが言っててすごい感動したうれ、ん、しかったっていうか。うん、ああ確かにね えなんかさ全体感想みたいなこと言っちゃうけど、うん、ブリスフルが本当にあってよかったみたいな方とか <laughs>、ね、ごめんね全体感想になっちゃう、うん、これ <laughs> 危ない危ない <laughs> なんかいらして <laughs> いやそうだねうん最後のはあの曲がなんかまたすごい感じで終わらせたんじゃない、うん、そのライブやばいみたいな感じで確かに そうだねななんんんかいろんな終わり方あるじゃん例えばギフテッド終わり、うん、一番最初に見た我々のライブってやっぱギフテッドで終わったライブだったからそ,うや、ね、それもやばかったしでメインストリームで終わるライブもあったし、うん、なんかでブリスプルで終わるライブっていうかさなんかすごいね終わり方違うね、うん、そう思ったらそうまあ僕で言ったら「ドームはマスターパンで終わったし」みたいなその毎回違う,ようんよ、うん、終わりがうん確かにね、うん うん、でも全部いいもんねでブリスルの終わり方も最高だったいやあとさなんでさ代々木のさその最初に見たギフテッドの話した時にさソータのさマスタープランの話してくれんかったんけねやめ関係ないさすがに関係ない怒られるよそんな <laughs>、ね、怒られんけど何の話しとるんこの人たちってならん <laughs> まだ言っとるんってなるねん <laughs> まだ言とさすがにサマソリに振り切らんけ <laughs> こうあこの本あったみたいな感じでさ<か>本棚から見つけ出すみたいな感じでそう,そうそうそうあったあったここだったここだったみたいなそうだなねかっこいいね仁王立ちでねマイク持って言い出しとる言い出しとるから後ろマスタープランって書いてあるやつねごめんごめんどちらもたハそちらも <laughs> 1曲目メインストリームだけどさいや本当にもうその、まあ、ゼロ曲目っていうかサウンドチェックの BFEEZ があったからもう気分は最高潮しかも僕なんでも叫んでるし、うん、でも最高潮の中メインストリームってあのせなんか静寂っぽいとこから始まるじゃん、うん、でも颯タがめちゃめちゃ沸かせるみたいなわ、うんうん、かるあのさやっぱ最初にまずさもう登場しただけでさみんながもうすっごいテン,ン上がるじゃん、うんギ でもさ、あの曲始まる前のあの静けさすごくない、うん、そう。あの、息の無感じっていうかね、うん。そう。来るぞ来るぞみたいな。手震えてるーっていうさ、そ <laughs> って震えてて、そ<う>っ,てこっからのあの始まり、もうほーっとよかったよね,ね。急にめっちゃ思い出してきた。<laughs> めっちゃ後悔だから、喋 <laughs> ると思い出してくるね。うん、そう。<laughs> ちょっと、ね、おまじないかけ取ったからみたいな「みたいな,たいな,なんかおまじないかけ取ったあれ魔法魔法使い <laughs> <laughs> あの震えでマジでみんなあの手元見とったやろあの始まり方かっこよすぎるんよねでも 本当、そうたの手も正直、震えとったけど、やっぱそれにも負けず、私もすっごい震えとったから、もうメンバー来たっていうので、ね、<ー>うわーってなって、うっもう全体的な震え、本当に。確かに、確かに、そうだね、うん、あの狭い中、狭いスペース、もう30センチの中で、ブルーみたいな、<laughs> ブルーって、<laughs> いや、本当にメインストリームはね、もう来たっていう、なんかテンションがすごいもう、 最高潮の感じだった気がする。まず最初のもう爆脇んとこ。うん。うん、いや、そうだね。もうなんか全て報われた気がしたもんね、あの時ね、この待っとった時間とか、ね。いや、そう。うん。うん、いや、にそう。 あれ不思議な感覚だよねふわーっとなんか体浮いてく感じうん、うん、そうそうそうもちろん暑いから定期的になんかさ冷たいもの首元に当てたりとかしとったんやけどわわかかるかるでもその神経集中させとるからね、うん、その見る方にはかなりうん、うん、そうなまあ爆きポイントといえばやっぱりあのプルルルルの途中のねあのあ<ー>後半のあそこめっちゃ湧いたよねあそこねなんかさやっぱあ,あの近さで見てもほんに ほんとに震えとってさなんかどうなっっとるんって思ったよね <laughs> 本当に、うん、そうちょっと迫力やばかったわ多分あの,あのブルーブルーの毛矢理で見た時よりも近いから、うん、そうほんとんか迫力やばかったねねあと,とさごめんその,そのブルーブルの前のさ漁期のさ「いた服をのとことかさ最,最初の方かな。 どうせクのとことかすっくりじゃないでしょあれさっ分かった。き <laughs> <laughs> たーってならんかったんたきたってなったなったなった <laughs> おもろかったなーねえいやあとやっぱ黒ブラのアビアビアビもねああそうだわだってさ黒ブラが来るぞってだけでやっぱもう皆さん沸いとったもんねそう <laughs> 本当にそう来 <laughs> るぞ来るぞ来るぞ,るぞ,るぞみたいな,なんかやっぱ皆さん分かっとるからね<う>パートをね そうそう。うん。あとさ、やっぱ脇ポイント他何やったっけって思ったけど、やっぱ最後のところとかも、あ、めちゃめちだらだら、じゃんじそっからのさ、ポンポンポン、ポンポンポン、ペンピンピン、ポンーン、プンプンプンのさ、あそこら辺でさ、ウィーウィストームのとこで、うわーっててね、最後。ほんとに。やばかった、あそこもなんか結構見守っとる感っていうかね。うん、そう。 見逃しちゃいけやそうなそうなだからほんと固そうなんで見守るみたいなそ<う>あそこも本当にに小川君みたいな小川君でも本当すぐマスタープランにつながったよね確かそうで,、うん、でも,もうほんマスタープランも、まあ、やっぱテンション上がるじゃんもうあの曲あの最初のイントロ聴いたらいもうふっくわーってなってたよね また、もう、メインストリームやばかったんに、もう、すぐ来るから、もうね、うずっとやばいみたいな。そう。もうなんかもう、純不動ってか、もう前後しちゃうけど、やっぱその、フールカムーカンシのマナトのさ、あの、すっごい移動しながら、全然ブレずに歌うマナトみたいな。わかる。あれ、肉眼で見て、やっぱ感動したよね。わかる。だってさ、あんな動いとるに全然ブレんしさ、<laughs> その、 そしほんとうまいからさびっくりするじゃんえ<う>えーみたいな、うん、あと前編通してそうだったけどりゅうちゃんの結構ためて歌う感じ聞こえてたーみたいなさあのすっごいためて歌うりゅうちゃんも好き好き <laughs> そこはだいたいあのきいたらさんのりゅうちゃんっていうポイントだもんね <laughs> あそうだねそうあそ,そのりゅうちゃんだったんだね俺はそうです いろんんなちゃあの感じもねたまらんやっぱライブならではっていうかさうんあと私あのね1サビ終わった後のパン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 みたいなさなんか人がどんどん動くのが減るやつソウタになってくやつあそこのとことかもうんか私そのそこからソウタが飛び出してくる感じがすっごい好きであわかる万馬券ね そう,もうガンミあそこらへんからガンミ,ガンミ <laughs> そう。わかるわかるわかるそうだねあのあの人減ってあの足の動きとかもさあそこだけだからそあそこって足だけだから動きがそうそうそうそれもなんか見守る感じだったよねそう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 あーその流れで「たたたたきた通りじゃんものためないの」のさジュノンとかもめっちゃよかった、うん、なんかその流れで。 え、わかるさがだから、結局、ジュノー、シュンとの、うん、オーケのそれ以上で当たり前そうのさ、そ,の <laughs> そうそうそう。わかる、いいよね。この、ね、ここ、かここ好き。わかる、わかる。ここもよかったよね。だから多分か、ジュノーのなんかさ、映れば、 ジュノ映るたびにキャーって言われとった気がするんねてかお隣さんがすごい湧いらしてあ,あそう確かにお隣ジュノンファンの方だったもんね多分そう別に「そうなんです」とか言ってないけど、うん、もう絶対そうな動き的には <laughs> そうおもろいねだからリュウちゃんとジュノンに挟まれとったわけね挟まれとった <laughs> そう私全,全体的にまんべんなく叫んどったから <laughs> そうだよねそうだよねあとやっぱマスタープラン 毎回沸くところのさ2サビ終わった後のさボーンの音とともにさ動くやつ <laughs> あれどういう音だったっけあるじゃんかるあそこあるあるあるいった飛び出すとこねうんあそこも本当にみんな湧いとってもちろん私もうわーってなったし、うん、もう。 清さんお願いだから保存してあそこ私見たからあそこ <laughs> 本当に <laughs> 本当だよねもう今ずっと目つぶってね頭の中で再生してるんだそうのこの収録の間に二人とも無言になって目を閉じて思い出すところあるんで <laughs> <に>そう頑張って思い出しとるホ合間合間で目つぶっとくからね <laughs> うんで今今こう出てくるんよだからお願いだから残しといてほしいよねわ、うん、かる あ、あとあともうあとそこへんとさ、もうさあの最後のドスンドスワイのアの男さ、やばいあそこさ本当<さ>超楽しかったよねあそこで。あれ超楽しかった。あれは本当に思いとる鮮明に。はい 来るぞ来るぞ、うん、来た来たりゅうちゃん来たどすんスンみたいなやつ手足長ーみたいなわ <laughs> かるりゅうちゃんのさその手足の長さとかがさ存分にさ、うん、割と近いからもうほんと見れてそれもほんと感動してさその最初のね<う>大きい感想でも言ったけど「ふうちゃん!」って私もなっとったもん <laughs> 本当、ドスンドスンなんてん飛び出せ本かなと思うぐらいその、ハッピーバースデーとのカボー、<laughs> バースデーカードみたいな、ハッピーバースデー、もオルゴールもなっちゃうよみたいな、<laughs> いいやつだ、いいやついやそうそうちょっと高いやつ、もう飛び出してくるんじゃないかと思うぐらい、すごいよかったよね。 なんかさ、<う>なんかさ、もみくちゃなのもあるから、まあ、そんな言うほどごっちゃごちゃになってないけど、ぎゅうぎゅうな感じで見とるのでさ、なんか、視界も結構ザワザワしてるわけじゃん。もうみんなも手あげたりしてるから。だからなんか、すごいさ、みんなのその熱気と、あのドスンドスンのあの熱気とっていうなんかもう、なんか私の脳内、あれ、ドスンドスン、なんか多分、振動起きとって揺れとったね、多分。<laughs> ドスンドスンとかさ、あ<ー>なんかこう、なんか迫力って覚えとるわ。 そうだね、うん、確かにその前からステージからの圧と観客同士の何か圧みたいなねそうそのいろんなものが締めきゃとったよね、うん、そう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 ,そう、うん、えっ、ー、で最後の終わり方もやっぱそこがかっこいいね何でいっつもかっこいいん最後いやそうダンフワでもフワもそんな長くないすぐビリビリに行くからああそうだわそう,そう その感じも好きだったもうのイントでもんかすごいうわーってマラトの最大みたいなやっとったマラトの最大みたいななっとったそれやっぱマスターブランからミリビリすごい覚えてるの俺ああそうだわめっちゃテンション上がったわ変な違いな最大ですねそうえでもやっぱミリビリも今パッと浮かぶもやっぱシュントのスーだよねわかるスーめっちゃ聞こえたしみんなも聞きたいから結構静かだったよねいやそう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  あれはずるいもんなもはやなあれかっこいいもんね、まあ、あんなんでもわ、ね、<laughs> かる本当になんかソーダのラップめっちゃかっこよかった気がするななんか音のとなんかリズムのなんか跳ね方みたいなのがすっごいかっこよかった気がするんよねうわーちょっと記憶さ記憶さ記憶思い出したい <laughs> でも確かにでもすごかったわすごかった絶対すご <laughs> かったよね絶対 あと私ミリビリのラップリュウちゃんとこも私めっちゃテンション上がった気がするわあ毎日のとこかそうだその毎日のとことかでもその毎日っていうよりはちょっと早くなるとこあるじゃんもうダダダダみたいな感じで言い続けるやつラップのとこね毎日全部言う全部 <laughs> 後半の方の結構畳みかけるようなところがなんか言い方マジでかっこよくて、うん、私あそこら辺はもう結構記憶だけど多分叫んどった私もりゅうちゃんってりゅうん、リュウちゃんって言っとったと思う,うあれはあとジュドンの「どこまでもなさず」うん「大観衆」とかさあそこら辺とかみんなで言った記憶ないあ,あ言っとったかもあ言っとった言っとった言っとった そうでしょあそこもだからすっごい楽しかったんじるのって楽しかったそうわかるなんかそのあんまりその過去見てきたビリビリってかライブで見てきた時言ったことなかったんだけどフェス確かに初めましてだったその感じそうだよねよく考えればなんかあの「大観衆」のとことかってメンバーが他のメンバーが言っとる感じだったんよ確かでもなんかあのなんか感じでだからこそ出てきたワードって感じするあそうかかも確に 確かにあのコー,ルコールって言い方あれなんかなそのあの叫び初めて言ったわ、うん、確かにそうだからそれもすっごい楽しかったね、うん、あとさ最後の方のダンスうんあわかるねえソータ毎回なんか残しすぎじゃないっけ <laughs> イメージんか印象残しすぎ本当 <laughs> すごいじゃん動きすごいわかるもんね、うん、めっちゃね颯タの動き颯太の動きってすごい記憶に残るよね残る え最後のダンスだってみんなで結局踊るじゃんあれ終わるまでにうんうん、うん、そうだねそうそうそうなんかあれがスムーズアンドなんかかっこいいみたいな甘辛ミックスみたいな感じだったんねなんか <laughs>、ね、甘かったっけ甘くはないか <laughs> 甘くはないから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 だよねからからミックスだよねえ、うん、<laughs> なんか最後めっちゃ良かった気がするなうんわかるそうだね最後やっぱユニゾンっていうかみんなでガって踊るもんね迫力あるよねあそこね そうそう,そう,そうでもミリビリのあったらブレジェネだからさもうライブの最高な曲がほんと続くんよわかるブレジェネもみんなぶち上がって急にさどこから出てきたかタオルみたいなさ <laughs> みんな <laughs> 確かにそれまでね何も持ってなかったのに急にみんなタオルブワーって持ち出してるよね もうでもね、もう回すスペースありませんでした。<laughs> うちらのとこには。<laughs> 私、ペットボトル持っとった気がするもん <laughs> <laughs> そう。俺はもう拳回しとったわ。<laughs> <laughs> <laughs> ブレジネもやっぱ始まり瞬とか、やっぱりその、うん 煽りというかさ、MC、MC じゃないけどね、なんかそれに近いことやっとったけど、そこでさ、その、ドリューズとネスしていただきますみたいなのがここだった気がしたいよね。ちょっと記憶なんだけど。<ー>うん、でも確かに曲のその前奏の中で言っとったかもしれんね。うん、そうそうそう。そう、うん、でもね、多分、ちょっと教えていただきたいね。覚えていらっしゃる方、なんかシュンと何言っとったっていうのもなんか思い出したいわ、せっかくなら。うん、ねえ。 そうなんか「What's up 東京」みたいなこともなんか最初言っとったかななんかそういう感じで「東京」みたいな感じで「うわー」みたいななって記憶あるわうたなったね,ったね頭のとこねわ<ー>かる、うん、なんかさその123がさ結構やっぱラップヒップホップ色が強い曲でさでこの読んでこのバンドサウンドで結構歌も伸びやかな感じになるじゃんよりよりねうんうんそうね なんかその気持ちよさがさすごかったよね聞いてても気持ちいいみたいなさ超気持ちいいみたいなそう。まあ確かに確かにこうすけ島みたいな確かにそう逃れられんかった逃れられんかった, <laughs> かかったもするしょうと思ったけどさだってもうだってそれはそれで可哀想だしみたいなもうやっちゃったからだめよ言わんと <laughs> そうなんかそのね確かにフェスっぽいっていうかフェスならではみたいな その曲一体感盛り上がるうわロックみたいな感じするよねこの曲やっぱねそうそうだからだだだだだだみたいな感じでさこうなるわけじゃん歌声が、うん、うわみたいな感じで、うん、テンション超上がった気がするキヨさん起きて本当に曲ヨクさん寝だしたよね <laughs> 寝だしたちょっと <laughs> やばいあでもなんかシュントのその煽りみたいなちょっと検索してみたけどやっぱその なんかメモってらっしゃる方とかもいて「なんか正直疲れてる人ってどんだけいんの?」みたいな「うん、俺たちの楽とバ、うん、イブスで最高な空気作ってさらかまで楽しんじゃおうぜ」みたいな感じだったっぽい言ってた、ね、<laughs> 言ってた、うん、<ー>言ってたそれっぽいこと言っとった確かに確かに。 だからう,だうわーってなったよね。疲れててななんかかいいいって言い聞かせたよねめっちゃ疲れとったけど <laughs> めっちゃ疲れとったけどね正直でもそう,そう、ね、もうライブでアドレナリンねすごい出まくっとったからうんうんそう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 。うん、でもなんか次行っちゃうけどさなんかやっぱブレジネの前になんかちょっとやっぱ言いながら次のフォーメーション行って、うん、で後ろがなんか音がどんどんスクリームのさあの前奏っぽい感じのさバンドがね ちょっと鳴り出してあ来るぞ来るぞのスクリームはマジで私ゾワゾワした、うん、<laughs> スクリームやるやみたいなさそう。スクリーム前の粉丸の反応を覚えとるわすごい スクリームってやっとたやろスクリーンみたいなスクリーンみたいなリフレッシュみたいなセラムみたいな正解浄化線がやだしそういやわかるもうちょっと待ってよスクリームってあのさ KR で見たあのスクリームみたいなんかやっぱスクリームやっぱ最近のスクリームやばいじゃん本当にそうそうそうスクリームイコールやばいでしかないからさそうそう語彙力崩壊だからやばいなんてもうスクリームやばいみたいだからやばい本当 そうダダダダダダンみたいなもうやばかったね最初ねいやーってかドドズギンここの流れが、うん、ずっといやそうなやっぱスクリーンはさもう漁期のあのアハ,ハハハハがもう本当にああもうあんなんねあれも来るぞ来るぞジェットコースターに乗っる気分ねあんなんでなんか今から降りますみたいな感じになるっていうかそうそう,そう,そう 来るの分かっててもめっちゃもうねワくっていうかねいやワクワクええてかその漁期もやっぱさそれはもう、ね、最高のあのうわっのやつじゃんもう、うん、うわーってなるじゃん、うん、みんなで,でりゅうちゃんのやつも結構うわーってならんかったなったそりょうきりゅうちゃんそうマジでなったえごめんじゃあその前に戻らせてもらうけどさ私さジュノンのさ 飲み込んでやるよのさ、あそこらへんあ、やばいやばい。やばいもう、大興奮。えー、<laughs> あんな。俺はついてるんだから、ジュノン様が。わかるわかる。あの、ジュノンのちょっと狂気っぽい感じの、ちょっとで、クールなんだけど、怖いみたいなのが最高だよね。そうそうそうえ、あとさ、マラトの、これ何回も言ってるよ。スクリーム1日目感想みたいなの言うけど、マーツキはないよ、君もそうだろうの。もあそこ、行こうってなったよね。いいよねまあい,いってなったし。 わかるいやそうだねー待ってどんどん思い出してくるぞいいねえー待ってその後のココロもやばいね <laughs> で全部な <laughs> 全部そうしかもダダ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 ってそのなんかねあのダンスに入るところのさバックのバンド音との融合もめっちゃいいよねスクリームのさまたさドクドクのダンスのとこし下に下がってうんうんうんわかるわかるあれもあれもエグかったわーほんに え楽しかったね。ね何で終わった。ったね、<laughs> でも,も、あそこ二度ともう行きたいですかって言っちょっとこう遠慮しますとなるけど、でも楽しかったね。確かに。本当セミみア合フィフティフィフティって感じもうその。そう。つらかったけど、<う>みたいな。<laughs> そうそう。しかも、やっぱ今思い返しても、なんか最後の方のさ、音圧がすごいっていうか、もうなんか、うん 大サビの後かななんか壊れるくらいで本当最後のシュ瞬とで壊れるくらい行くまでの間のさ音結構多くなったりするじゃん音数がそうだねそうだねあのもううわーってくる感じとかやばかったな確かにいやそうだねいやわかるわかるどんどんなんか音を浴びる感じだよねそうみたいなあるじゃんあるとこって<ー>そう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 もう一回体験したいわかる 今なんかだいぶ脳内がさ、ね、ス,タあのステージの方に、うん、会場の方に行ったね,かねだいぶうだからさそのすごいさ開演直前まで部屋におって <laughs> あそこにさワープできんからそれなら頑張れる張う全然頑張れるし全然頑張る開園直前まで部屋に寄ってワープしとってあの場所にあの場所に入るそうだったら全然やれるよねやれるやれるしもしか最悪 VR? やっぱ VR かね VR でああ VR でもいいようんそうね まあそういう映像ないんだけどね VR の <laughs> ないんですけど <laughs> で以上ね今回は「さまざーのビーファー s t の感想2本目ということで瀬、まあ、トリーね最初から追ってやってったんだけど、まあ、5曲目までということでいやーマジでも最初ほんとすごい超いい怒との流れだったもんねうーんてかさ瀬戸流なんか改めてバーッて見返したらさ最初の MC までが結構なんか長かったよねずーっと立て続けにやってくれとったよね うん、そうだねだからの次の動画になると思うけどブンブンバック7曲目のブンブンバックの前ぐらいに多分一呼吸あってみたいな感じだったよね、うん、そうそうそういや6曲連続ってなんか割とビファース r s って3曲ぐらいやったら MC みたいなイメージあったんね23曲やって。 やっぱそれはさ運動量もさダンスも激しいししょうが,障がっていうかさそれが普通じゃんその他の界隈でも6、うん、やばいよねぶっ通してバー感じ確かにぶっ通してしかもなんかその落ち着く暇ないな休憩できないもんね <laughs> <う>どの曲もそうそうそうすごかったね本当にあと言い忘れてたけどさ メインスストリームののちゃんのベースもめっちゃ湧いたよねわかる <laughs> さっきさベース入れてないことに気がついて「へぇ」ってなっとったもんねりゅうちゃんのベースそうショック」ってなったけどそうここで滑り込みさせました <laughs> <laughs> ベース湧きめっちゃしたわかるベース湧きめっちゃ沸いとってね周りもねうんあ楽しかったね、うんまあ、だからさ次のうちのサマソリの感想が楽しみだよねそうだねホッホッ